セントポール教会の内部セントポール教会セントポール教会はニューヨーク市ローアーマンハッタンのフルトン通りとビージー通りの間のブロードウェイ209にある米国製公会のチャペルであるマンハッタン最古の教会建築であるトリニティ教会教区の礼拝堂であるセントポール教会はアン女王により与えられた土地に建てられ建築家トーマス・マクビームが設計し 名工アンドリュー・ゴー・ティアーが建てた。1766年に完成した当時は、マンハッタン島の南から拡大してゆく、港湾都市部の少し北に離れた位置にあった。マザー教会はアクセスが悪いと考える、教区民のために安楽の礼拝堂として建てられた。ブラウンストーンのあるコインと共にマンハッタンに建てられ、セントポール教会はモデルとされることになる。 ジェームズ・ギブスの聖マーティン共同ロンドン協会のような、ジョージア式建築特有の古典的なポルチコや、杖材の部分、内装がある。八角形の塔は、正方形の基礎から伸び、リスイクラトスのコラレス記念碑の複製品が、頭部に置かれている。内側は、教会の質素で優雅な廊下は、色が薄く、平らな天井や、当時の内装を忍ばせる、カットグラスのシャンデリアがある。 トリニティ教会の荘厳な内装と比べて、この廊下や広大な桟敷は、参列者を励ますために、居心地よく快適な特質を備えて作られていた。ブロードウェイ側の教会の外装は、アメリカの原始様式に彫刻された教会の名前の、由来であるパウロの菓の木の彫像になっている。東の窓の下は、アメリカ独立戦争の1775年の、 ケベックの戦いで死んだリチャード・モント・ゴメリーン賞の記念碑になっている。先頭にある最初の鐘には、ミアーズ・ロンドン、フェキット、メイド1797と刻まれている。1866年。この建物はニューヨーク市で継続して使われてきた最古の公共建築であることが理由の一つとして、1960年に、 アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された。教会はトリニティ教会などのニューヨーク市の4分の1がアメリカ独立戦争のロングアイランドの戦いの後に市が英軍に占領された後に焼き尽くされた1776年のニューヨーク大化を生き残った。歌詞の心臓学生を一部含むはこの教会の近くで行われるキングスカレッジの授業の前に 教会の庭で訓練を受けるることになるアレクサンダー・ハミルトンはこの部隊の将校であった。ジョージ・ワシントンはアメリカ合衆国議会の議員と共に1789年4月30日にアメリカ合衆国大統領就任式をフェデラルホールで行った後にセントポール教会で礼拝を行った。ワシントンはニューヨークが首都だった2年間にもまた、 セントポール協会の式典に参加していた。ワシントンの新都籍の上は18世紀のアメリカ合衆国の国章の油絵であり、1782年に採用された。協会には初期のニューヨークにおいて高められた彫像技術の証明となる記念碑が数点ある。ジャンジャック・カフィエルが彫刻したリチャード・モント・ゴメリーの記念碑やジョージ・ワシントンの元々の新都籍、 ワシントン DC の衣装家、ピエール・シャルル・ランファンが設計した聖なるものと呼ばれるネオ・バロック彫刻がそうである。講団は砲冠や6つの羽飾りで飾られ、14個の建築以来のカットグラスシャンデリアは振動やじきに吊るされている。セントポール教会の後はチャーチストリートになっていて、反対側はワールドトレードセンターの東側になっている。 ワールドトレードセンターのツインタワーの倒壊に発展した2001年9月11日の攻撃後にセントポール協会は WTC の復興作業員のための休憩所や避難所として活用された。8ヶ月の間、何百人ものボランティアが24時間体制の12時間シフトで働き、食事や寝床の準備、提供やカウンセリング、礼拝などを消防士、警察、 建設労働者たちと共に行った。また、マッサージ療法士、カイロプラクター、足治療医や音楽家たちも被災者の救済に付き合った。この教会は窓が壊れることすらなく生き延びた。教会の歴史が伝えるところでは、飛んできた残骸は、教会の敷地の北西の角のシカモアの木に当たり、建物は奇跡的に無事だった。この木の根は彫刻家の EN、スティーブ・トビンによって、 ブロンズの記念碑の中に保存されている。教会のオルガンは煙と粉塵によって大きな損傷を受けたが修理調整され再び使用されている。教会の敷地を囲むフェンスは訪問者たちがこの出来事への簡単なお供えを添える主要な場所となった。フェンスが花や写真、テリベア、その他の身の回り品などで埋め尽くされるようになった後、教会は お備えを取り付けることができるパネルを公式に設置することを決めた。このパネルの数は15で済むだろうという当初の予想を大きく上回り、最終的には400のパネルが必要となった。ルドルフ・ジュリアーニは市長退任のスピーチを2001年12月27日にこの教会で言った。この教会ではこの出来事の歴史を音声、動画で公開しており、 追悼の横断幕が多く飾られていることから今でも観光地として多くの人が訪れている。数々の展示物をこの教会で見ることができる。教会に入ると最初に飾られているのはある警察の制服がアメリカ中から送られてきた警察や消防士の布切れで覆われているヒーリングハーツマインズという作品である。最も目を引くのは 世界中の様々な場所から送られてきた様々な色の旗を織り込んで信者席の上に吊るされているスレッドプロジェクトである。セントポール教会はトリニティ教会教区の一員として平日コンサート、特別講義、ホームレス保護所などの奉仕活動をとても活発に行っている。2006年9月10日の晩、セントポール教会は アメリカ同時多発テロ事件の5周年特別奉仕活動に加えてジョージ・ W ・ブッシュ大統領、ヒラリー・クリントン上院議員、ジョージ・パタキ州知事、そしてマイケル・ブルームバーグ及びルドルフ・ジュリアーニ市長が出席する記念奉仕活動を主催した。この教会は多くの有名な礼拝者を接待している。ジョージ・ワシントンは大統領就任式の1789年4月30日に ここで礼拝を行っている。ニューヨーク市がアメリカの首都であった2年間でトリニティ協会が再建中だった時も彼はこの教会での活動に参加している。ワシントンの新都席の上にはアメリカ合衆国国示の絵が吊るされている。これは教会の西務保管室によって1785年に発注された。この絵の作者は不明である。ワシントンの新都籍から 建物の反対側は、ニューヨーク州の初代指定者、ジョージ・クリントンが、セントポール教会を訪れた時に使用した、ニューヨーク州知事用の新都籍であり、ニューヨーク州の紋章が彼の参拝を記念して、彫られている。他の歴史的な礼拝者には、ウィリアム王子、後のウィリアム4世、チャールズ・コーン・ウォリス、ウィリアム・ハウ、アメリカにおける、イギリス軍最高司令官及び合衆国大統領、 グロバー・クリーブランド、ベンジャミン・ハリソン、ジョージ・ W ・ブッシュらがいる。中、ありがとうございます。